こんばんは。日本の人少ないかな。今日もう在庫整理を始めました。掃除を始めてて、現在スプレーとかもうオースターのクリッパーはの刃はブレードはこれで全部、処分しました。でもうブレードと一緒に本体までもうサービスでつけちゃいまして、本体のもう6台ぐらいうちにあったけども、うちで多分今後使うかもしれないっていうのだけ数本残して、あとブレードも使いかけも含め使わないだろうどうであろうのを全部集めてもう、荷造りしちゃいました。なのでブレードはもう、オースターのブレードはありません。ついでにウォールのブレードと、ウォールともう一個はアンディスだ、ウォールじゃないな、アンディスだ、アンディスとかで一緒に使えるのも全部一緒にサービスでもつけちゃいました。あとはコームとかはもうとてもやってられないので、コーム、あとピンブラシ、新しいのじゃないですよ、前の方のピンブラシで今すぐには使って、今すぐ現状で使ってないコームメーカーたくさんあるんでそれもだし、まあなんかいっぱい出てきます、いろんなの、スタンプの耳の毛と先止めとくのとか、まあ、ミニチュアトイも使いますけどそういうクリップとかも山ほどあるんで今後そういうのはもうバラバラでも宅配のでやっても疲れちゃうのでもう勉強会に来て、あとは、多分引っ越しも今日ももう今日訪ねてきた人いたんであれですが引っ越しとかすればいろんなの出てくるので引っ越し作業、部屋のうちの中での引っ越しですけどリフォームだから、でもそういうの手伝ってくれた人にみんなあげちゃおうかなと、出てきたもんは、たくさん物置からもまだ出てくるのでと思います。それらはそうしていこうかなと、必要ない分に関しては断捨離していこうかなと思ってます。犬の服とかもいっぱいありますね多分ね、だいぶあげちゃったし捨てちゃったけど、それでですねちょっと緊急なんですが、もうスプレーの方はでまだたくさんあります。だからもし練習グルミ、コンペとかで練習する人がいれば、定価2800円とかついてますけど1500円ですから1本1500円で出してますから、ガス入ってちゃんとしたものを今日も1箱詰めて送りました。で順次使う勉強で使う人がいたらホールドイット何かに全部その金額で出してますから、欲しい人がいたら、それはダイレクトメールなりなんか連絡をください。問題はですねピンブラシもコームもピンブラシもコームもまだだいぶあります。だから全然これから募集で困らないんですが、実は、もう、寄ったら取りに来た人がいて何人か、このスリッカーブラシのこれとこれでピンブラシは、まあ、今後まだずっと新しいシーズンが続いてるし困らないです。でコームもまだ多少は台湾のに在庫があるので困らないしそんなには出ないと思うんですが、スリッカーブラシのこの2つだけは、今回十何本、これがもう今回の在庫だそうです。次必要になるとニューオーダーすると、作るのに全部新しく工場を起こして作らなきゃいけなくて今こういろんなものがストップしてるからちょっと時間がかかるそうです。なので、現在これが在庫がもう10本しかなくてこっちが15本しかないです。もう、言った瞬間に、取りに来た方がいてもう持ってっちゃいました。今日とかなので、わざわざ来てくれたらしょうがないですけども、なのでここから代引きで送るには、その数しかないです、スリッカーが。それで、とりあえずまずは、ちょっとダイレクトメールが殺到してもちょっと大野も対応が困るので問屋じゃないのでなかなかね時間かかってしまいます。で代引きで順次送りますが、まずはスリッカーブラシを込みで、
何かご注文する方から受けます。でスリッカーがなくなった時点で一回閉めますから、その案内を今から作って、ストーリーズの方に出します。で多分もういろいろさっきからって言われたけどそれもストップしてあるので、とりあえず残りの10と15落ち章が15なのでそれも書いておきます。でそれ以外に、注文のある人スリッカー共通でされる方だけまずください。そうすれば一回ストーリーズやっていっぱいになったら切ります。でその後はピンブラスとコームだけにしてきますので、申し訳ませんが緊急のご連絡です。今からストーリーズの、文章とか作って、載せてきますのでちょっとね見てみてください。